はい、皆さんこんにちは、 SYK 代表の北野です。今回はですね、売上激増をインスタ集客するための投稿戦略 MOT 理論についてですね、お話をしていきたいと思います。で、今回お話しさせているこの MOT の法則をですね、しっかりと守ってインスタグラムをですね、実際に投稿していただくことによって、しっかりとですね、お客様に刺さる、それもですね、ただ普通にの薄いですね、配信するんではなく、しっかりと見込みのお客さんにリーチをして、見込みのお客様にアクションをもらったりとかですね、して反応をもらえる、そういったですね、アカウントを作っていくことが可能になります。で、前回のですね、動画ではですね、実際にプロフィールの作成方法っていう手順の動画をお届けしました。で、その続編としてね、今回の動画を見ていただければと思いますので、そちらまだの方はね、1個前のこのプロフィール設定2つのポイントという動画で、ね、見ていただいてから、こちらの動画を見ていただくというのもすごい勉強になるというふうに思います。では早速ね、やっていきたいなと思うんですけど、今回このインスタ集客で必要なこの MOT の法則ってことで、まず最初にですね、このインスタグラム、まあアイコンできました、プロフィール文できました、じゃあ次はですね、どういう内容でやっていけばいいのかっていうと、投稿の統一感を揃えるという、これにやっぱつきますね。で、これは、事業の方であったりとか、店舗の方もそうだし、それから、まあ、コーチ、コンサル業、カウンセラー、エステサロン、お教室業されている方、すべてそうなんですけども、すべてのインスタグラムっていうのは、この統一感がなければ、フォロワーは増えないということになります。で、ここの統一感ですごい重要なのがですね、結局、インスタグラムっていうのは、あなたの世界観を表現する場所であるということなんですね。で、この中に必要なのはこの MOT。じゃあ、この MOT ってどの頭文字を取って MOT なのかっていうとですね、この MOT 理論っていうのは一言で言うと、見やすいおしゃれ、ためになるです。見やすいおしゃれ、ためになるということですね。で、まあ、例えばですね、インスタグラムをパッと見たときに、うわぁ、このアカウント見にくいなぁとかですね、まあ、なんかぶっちゃけデザインダサいよねとか、いやぁ、なんかあんまこの配信ためにならないなとかっていうようにですね、言っときますけども、やっぱこれだけ今情報発信する人が増えている中で、視聴者さんの目線ってやっぱ厳しくなってきてるわけですね。だからこそ、より少しでもお客様に見やすく、そして、おしゃれで、そして、ためになるですね。おしゃれ、見やすい、ためになる。この頭文字を取って、まあ、MOT と言ってるわけですけど、こういったアカウントをすごい、ね、意識してほしいなと思います。だから皆さんも投稿するときはちゃんと MOT ですね。見やすい、おしゃれ、ためになる。この3つを、ね、しっかり守った投稿ができてるかっていうのを、ね、意識してほしいなと思うんですけど、まあそうは言ってもね、じゃあ MOT って具体的にどういう投稿を作ればええねんと、イメージできないという人多いと思うんで、実際事例見せます。まずね、1個目の M からやっていきますけども、まず見やすさですね。これが非常に重要でして、まずですね、この見やすさってところで言うとですね、まあ2つ例出すんですけど、まあ1個はまあ僕のアカウントです。まあ僕の場合はどういうふうに統一感出してるかっていうと、投稿とリール、まあ、リールって簡単に言うと、まあ、10秒ぐらいの動画の投稿が今できるんで、まあ、画像、動画、画像、動画を交互に上げていますね。で、さらに言うと、画像の時だけ、まあ、文字を入れると。で、動画の時は何も入れないみたいな感じで、まあ、格子状な形でこういったマス目状、タイル状、お風呂のタイル状みたいな形で統一感を出していると、まあ、いうやり方です。まあ、これも一つのパターンとしてありですね。まあ、こういうふうに統一を出していくだけでもすごい統一感って簡単に作ることができますと。で、逆にですね、こういうパターンもありですね、まあ、この場合、まあ、これもですね、いわゆる、まあ、画像と動画交互に上げたりもしてるんですけど、まあ、全部画像の人もですね、まあ、基本的に一個はもう、例えばリアルの写真とかですね、リアルの動画を上げて、で、これはうちのね、まあ、スタッフの、インスタグラムの投稿なんですけど、まあ、この方もですね、まあ大体今半年くらいで1万フォロワー超えていてですね、まあ実際に画像と、あともう無地の背景に文字を入れるみたいな、まあこれが一番シンプルなパターンで、まあ結構簡単なやり方なので、これは結構参考にしていただければと思うんですけど、まあこういうやり方で統一感を出していくっていうのも非常に重要です。まあすごい綺麗ですよね。見やすいし。なので見やすくて綺麗っていうのがまあ大前提になります。で、逆にね、悪い例ってお見せしますけども、これは昔僕はちょっとテスト的にですね、ランダムに適当にちょっと投稿してた時の画像がこれです。これはですね、基本的に何が投稿が悪いかっていうと、別に大して映えもしないわけです。まあ、場合はそもそも必要ないんだけども、文字が入ってたり入ってなかったりするってだけですごい汚らしく見れるわけですね。例えばなんかこれは動画なんですけども、動画になんかちっこい文字が入っててですね。で、その他によくわからない写真、まあ、ステーキの動画とか、ね、まあ、猫ちゃんの動画とかね。まあ、これは僕が飼ってる猫なんですけども。で、なんかちょ、ここ文字入ってる、文字入ってない、文字入ってる、文字入ってない。で、そこは文字入ってない、入ってない、画像だけ、画像だけでいきなりまた文字入ってるみたいな。まあ、こういうことやっちゃうとですね、全体がやっぱ汚くなってしまうんですよ。で、これだけで本当に逆ブランディングというかですね、パッと見た時に、あ、このアカウント綺麗だなっていうふうにやっぱ思われなくて、やっぱり見られづらくなってしまう。フォローされにくいアカウントになってしまいますので、まあ、ぜひね、入れるのであれば、ちゃんと統一感持って自分なりのルールを持って投稿すると、もう文字を入れるんだったら全部入れるとか、もしくは1個おきに入れてあげるとか、縦の列だけ入れてあげるとかね、列切りにするとか、こういうやり方もありなので、これは本当にいろんなパターンがあるんですけども、ぜひ、ね、しっかりとマイルールを決めて、そのルールにのっとった統一感を出していくっていうのが、まあすごい重要になりますということですね。これが M です。で、次 MOT の O ですね。これはですね、 O 何かっていうと、まあおしゃれってことですね。で、やっぱりですね、何はともあれ
これからの時代っていうのはやっぱりインスタグラムやる人はやっぱ増えてきてるわけですよ。で、情報発信、これ YouTube でも言えることだし、 Facebook もそうだし、 Twitter もそうなんですけども、やっぱりですね、人がやっぱ増えてくると、ある程度やっぱりおしゃれなものにこだわっていくってやっぱり必要もあるわけですね。やっぱりその中でダサいデザインってやっぱりお客さん分かるんですよね。で、まあ、じゃあそうは言っても、じゃあウェブデザイナーレベルのものを投稿しなきゃいけないのかって言ったらそうではないです。それはそうではなくて、ぶっちゃけですね、僕らの場合もインスタグラム、うちのクライアントもそうですけど、センスとかデザインのセンスって本当に不要です。不要なんですけども、センスっていうのは、具体的に言うと、まあ、ある程度おしゃれなものをやっぱ作っていくのは必要ですと。で、あるときに、このセンス、ね、おしゃれな投稿していくためのセンスってどっから生まれるのかっていうと、センスっていうのは、もう覚えてください、皆さん。これ知識なんですよ。センスっていうのは知識である。もちろん、うちのね、学科とかでもですね、実際にこういうパターン化したもの。で、一言で言うと、センスっていうのは、パターンとパターンの組み合わせに過ぎないわけですよね。言ってしまえば知識なわけですよ。で、そのパターンとパターンの組み合わせの事例っていうのを僕らは膨大に持ってるわけですね。だからうちの学科だけが、まあ、そういった膨大なテンプレートとかそういうのをうちは持ってたりするわけなんですけども、まあ、そうは言ってもね、じゃあ今から自分自身も自分で今持ってるスキルで、少しでもね、おしゃれに、そしてお客さんに見てもらい、愛されるような、そういったね、なデザインのあるようなインスタグラムの投稿を作っていくためにどうすればいいのかっていうと、まず皆さんが今すぐできることとしてはですね、同業者の人、もしくは同業者じゃなかったとしても、インスタグラム内で、あ、この人の、発信の内容とか、こういった統一感の内容とかね、文字入れの仕方とかだったら自分も真似できそうだなっていう人をですね、まあ、5人ピックアップするっていうのをまずやってみていただきたいなというふうに思います。やっぱりですね、全くセンスも全くない人、まあ、センスはなくていいんですけども、センスってのは後天的に磨かれるものです。で、まあ、うちの場合はそれ全てにどういう風にやっていけばこういうアカウントができるよって全てのパターンを元にしたねテンプレートもうちにあったりするんですけど、まあ、皆さんの場合まずはいろんな人のまずアカウントを見てみると、見てみた中で自分がちょっとでも真似できやすそうだったりとか、あ、このアカウントすごい見やすいなとかね、あ、このアカウントめっちゃためになるなとか、自分も参考にできそうだなっていうアカウントをまずは5社5人ねアカウントピックアップして、それに寄せてまずはやってみるっていうのを、ね、意識してみていただくとすごいんじゃないかなという風に思います。はい。で、最後ですね。次、T ですね。T。これがやっぱためになる発信ということで、ためになる T です。で、これはですね、当たり前なんですけども、やっぱ稼げる情報発信のポイントってのは3つあるわけですね、まず。で、こういう風な、いわゆる情報発信って広い枠組みで言ったときに、これはもうウェブ上のマーケティングもそうだし、ウェブで情報発信をする人全員そうなんですけど、需要がある情報発信ってのは基本的にこの3つなんですよね。めっちゃ勉強になる、もしくはめっちゃ感動する、もしくはめっちゃおもろい、この3つなんですよ。めっちゃ勉強になるなと思ってフォローするとか、もしくはめっちゃ感動するなと思ってフォローするとか、めっちゃ面白いからフォローするとか。例えば人気 YouTuber の人とかですね、面白おかしいことをやって、それでチャンネル登録をめっちゃ集めてる YouTuber の人っていうのはやっぱ面白いから需要があるんですよね。面白いが重要なんですよ。例えばテレビでもそうじゃないですか。メディアとかでも、まあ大体ですね、ゴールデンとかでもずっとですね、レギュラーで番組組まれているようなものっていうのはどういうものかっていうと、やっぱめっちゃ勉強になる。例えばクイズ王選手権だったりとか、ちょっとためになる豆知識系のね、そういったバラエティのクイズ番組とかっていうのは未だに残ってますし、またすごい感動するね、例えば愛犬とのエピソードとかの実際にそういう、なんていうか、ノンフィクションのそういうドラマとかですね。あとは、まあ、恋愛系の、ドラマとかって、未だにやっぱり、需要ありますね。映画もそうです。やっぱめっちゃ感動するから視聴者に求められてるわけですね。であったりとか、あとめっちゃ面白いっていうのもそうですよ。お笑い番組とかって未だにありますからね。っていうことです。だから基本的にこれはね、ネットにな、テレビからネットにシフトしたとしても、基本的に求められるものっていうのは、めっちゃためになる情報か、めっちゃ感動するものか、めっちゃ面白い。この3つなんですよね。で、皆さんの場合は別にお笑いで攻めてこうぜってわけじゃないし、感動で攻めてこうぜってわけでもないです。めっちゃ勉強になる。ここなんですよね。まあ皆さんの場合、教育授業をやられている方だったりとか、まあ、治療院、エステサロンとかですね、まあいう方もいると思うんですけど、ね、やっぱりですね、腰痛を治したい。じゃ腰痛改善するためにはこういう風にポイント気をつけるといいよって、やっぱためになる情報ですよね。エステ、美肌保つためにはこういう風な肌気をするといいよ、やっぱためになる情報なんですよ。こういう自分の専門分野のためになる情報をやっぱ発信していくすごい重要で、で、インスタグラムっていうのは皆さん覚えててほしいんですけど、これ現代版の情報誌なんですよ。インスタグラムっていうのは現代版の情報誌であるということですね。で、この中で例えばダイエットとか、まあ、腰痛改善、体質改善、健康、筋トレとか、まあ、ビジネス、副業、集客、マインドセット、コーチング、まあ、スピー系、占い、ビジネス系もすべてそうだし、まあ、あとは店舗系の場合とかであれば、逆にどういう発信をすればいいのかっていうと、まあ、店舗の場合はちょっとね、思考が変わってきて、まあ、料理の写真というよりも言ってしまえば、料理動画ですね、これやっぱ上げていくっていうのはすごい重要で、まあ、今、インスタグラムのリール機能ってのもあるんで、まあ、そこでね、まあ、動画をアップしていくと。で、あとは、まあ、店長さん自身の、まあ、思いとか、
まあ、キャラとかですね、まあ、そういったのをスタッフさんと、まあ、すごいあの賑やかにやっている時の写真とか動画を、まあ、撮影の舞台裏として、まあ、使ってあげるっていうのが、まあ、非常に、ね、効果的かなというふうに思います。まあ、こういうところでやっぱキャラを見せていくことでファンになってもらう。で基本的にはやっぱ店長さん自身が出ていって自分のファンになってもらって、あなたに会いたいから、お店に来てもらうとか、あなただからやっぱ買いたいというふうな、このストーリー商品の流れに沿ってこういう情報発信をしていくと。で最後はですね、こう物販系 EC コマース系のやっぱサイトやってる事業者とか会社さんあると思うんだけども、そういう場合はですね、もう自分がモデルになる、もしくはモデルを引っ張ってくるっていうのがですね、でモデルとはいっても別に、ね、あの超有名なモデルっていうわけではなくて、その例えばイヤリング売ってる、ピアス売ってるとか洋服売ってる、その被写体となるですね、まあ、その女性の人とかメンズだったら男の人っていうのを、まあ、1人連れてきて、まあ、スタッフさんでもいいんですけど、その人に全て、着せてもらって、でその人をまずSNS で発信をしていくことで、その人のファンを作っていくと。でその人が身につけてるものだから買いたいとかっていう風な憧れをやっぱりイメージして植え付けていくというのが、まあすごい重要なんですね。だからこそやっぱりこういう場合、アパレルとかでやっぱ普段使いがイメージできる写真動画っていうのを絶対作った方がいいし、よくいるんですよね、ピアスだけの写真だけアップしてる人とか、イヤリングだけの写真だけアップしてる人とかっていうんですけど、あれってやっぱ面白みないんですよね。実際に自分がつけてる状態とか、それをつけている時のその被写体を見た時にすごい憧れを感じるような、そういった投稿をやっぱしてあげるために、やっぱりモデルっていうのは絶対に必要になりますと。であとは物っていうのはですね、基本的に効能を教育すれば売れるっていう側面がありまして、まあ、例えばこの冬服を着ることですごい痩せて見えますよとか、このイヤリングをつけていくことですごいモテますよとか、まあ、そういうですね、何かしらのこういう効能とセットで情報発信をやっぱしてあげることで、なぜその商品なのか、その商品を買うことでどういうメリットがあるのかっていうのをバシッとお客さんに伝えることができるので、まあ、ぜひこういったあたりを意識してですね、まあ、店舗系、物販系、そしてまあ教育事業であったりとかコンサルとかですね、まあ、あのコンテンツ販売の方もですね、意識をしていただくというのが、まあ、すごいいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ここまでですね、MOT の法則ということで、まあ、あなただけの世界観をね、まあ、作っていきましょうということだったんですけど、まあ、今回の動画もですね、まあ、少しでも勉強になっているよという方はぜひね、高評価ボタン、チャンネル登録、そしてですね、下の概要欄からぜひ私と LINE でお友達になっていただきますと、今だけですね、年商1億から3億以上を目指していくための SNS 集客動画ボードっていうのをですね、プレゼントしておりますので、ぜひね、そちらもチェックしていただけたらなというふうに思います。それではね、今回も動画最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。失礼いたします。